はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビージです。では今回は、ハーツオブアイアン4をイランプレイ続きやっていきたいと思います。で、前回お話した通りですね、ヨルダンの攻略から行っていきましょうということで、ヨルダンの攻略作戦を立案していきます。で、まあ、基本的にはね、もうヨルダンの首都アンマン、ここに向けて、全軍を進撃させるという形をとっていきます。で、すでにヨルダンに対してはね、宣戦布告が可能な状態になっていますので、時期を見て宣戦布告をしていきます。で、続いての、まあ、ヨルダンが終わった後の話をしておくとですね、まずこのアゼルバイジャン、今、戦争の正当化を行ってるんですけども、これ、アゼルバイジャンと戦うと、ロシアが介入してきて、とんでもないことになるのが、ロケハンの結果分かったので、まずアゼルバイジャンの攻略はやめます。で、トルコ、サウジと開戦した場合もですね、アメリカが参戦してきて、ちょっとニッチもサッチもいかない状態になります。なので、トルコ、サウジにも手を出さない。で、さらにインドも強くてですね、まともに戦っても勝ち目がない、こういう状態です。で、エジプトがですね、戦車師団が相当強いということで若干手詰まりになってるんですけども、唯一ウズベキスタンにちょっと手が出せるかなというふうに思っています。で、かつウズベキスタン鉄が取れるんですね。なので、ウズベキスタンの鉄をちょっと頂戴しようかなというふうに思っています。なので、ヨルダン戦が終わったらね、ウズベキスタンとの戦いをちょっと視野に入れていきましょう。では、ここで、聖戦が解放されたので、その中身をまずは確認していきましょう。国家王神の待ちに待ったジハード。これですね。で、中身、ちょっと字が小さいので、ポイントだけ読み上げますが、まず徴兵可能人口が 10% 増えます。さらに、師団の回復率も 10%。まあ、このあたりが大きなメリットになりますね。さらに、戦争の目標正当化時間、これがマイナス85です。なので、今まで1年近くかかっていたのか、まあ、1ヶ月足らず、まあ、1ヶ月ぐらいで、回戦できるというのがかなり大きなアドバンテージ、ポイントになってくるかなというふうに思っています。ただ、当然デメリットもあってですね、マイナスの面としては、研究速度がマイナス35、さらに工場の生産量もマイナス10というのがついてきてしまいます。さらに他の国との、まあ、関係が相当に悪化するという状態で、貿易してくれるのが実は現状もう中国だけというような状態になるので、この中国との、ね、関係を途切れさせないために、中国に対しては関係の改善を送ります。で、さらに、せっかくなんでね、製造のラインも見直しをしていきましょう。もう備蓄があるものに関しては少し減らしてですね、今欲しいものに注力をしていきます。今欲しいもの何かというと、ずーっと画面の下の方行ってですね、ここ。まずは装甲兵員輸送車。これが欲しいです。さらに、歩兵戦闘車も欲しいです。ということで、これ増やしておきましょう。で、さらに、主力戦闘車。これですね、ちょっと、陸軍のポイントが余っているので、改造して、製造のラインを切り替えていきましょう。で、ファラクも同じです。主砲2、エンジン2、装甲1、信頼性1ずつ与えて、ファラクのマーク1とします。で、さらに徴兵も、ジハード、これを入れたことによって、並列数を増やしていきましょう。さらに、この、戦車部隊に関しては、増強していきます。歩兵も投入。まあ、ここはね、せっかくのジハード。これを活かすような軍事補強を行っていきます。こんなような感じですね。これで正面戦闘幅41まで増やしました。で、さらに今後の国家方針ですね、確認しておきたいんですが、さらにこの兵士募集戦略。これで、徴兵可能人口の補正が 20% かかるので、これを取りに行きます。で、これの最短ルートがですね、陸軍に注力に始まり、陸軍訓練1、陸軍訓練2と進んで、陸軍ドクトリーの1を入れた後に兵士募集を入れていけるという、この最短ルートを辿っていきましょう。で、さらに、研究枠ですね、ここも使っていきます。今回研究枠入れていくのが、マルチロール機の最終フェーズ、ガヘルを入れていきます。こんなところですかね。では、ヨルダンとの回戦を行っていきましょう。戦線を布告していきます。
さあこれでヨルダン攻略しました。でヨルダンの全領を割譲させていきます。これでヨルダンが、このイランの占領地という形になりました。では続いてですね、ウズベキスタン戦に向けて軍の展開を行っていきましょう。まずは今一番充実しているのがおそらくこの国境防衛の5軍なので、この国境防衛5軍を展開していきます。で国境防衛5軍なんですけども、ここかなりウズベキスタンのね、ポイントになるところかなと思っていて、川を挟んで狭くなってるんですね。ここを一気に突破したいので、ここに主力部隊を送ります。これに第5軍を送っていきましょう。ここがね、一つキーポイントになるんじゃないかなと思います。で続いて第3軍ですね。第3軍も送っていきましょう。 できるだけここにね、敵を追い込みたくないので、敵をそっち側ではなく北側へと追い込んでいくような作戦をちょっとね、考えていこうかなと思ってます。で核に関してはやっぱりどうしてもね、温存したい、そういう思いが強いので、核をできるだけ使わない、とはいえ必要に迫られた場合には惜しみなく核を使うという体制でいきましょう。で革命防衛軍は後方待機、いつでも出撃できるように後方に待機させます。で空軍の展開も変えていきます。ウズベキスタンの近くに、空軍の展開を変えていきましょう。ヨルダン付近に展開していた空軍を移動していきます。では時間を進めていきます。で、それに並行してウズベキスタンに対して戦争の攻略目標を入れておきます。ウズベキスタンに戦争を仕掛ける、まあ因縁を吹っかけるという形ですね。で中国に対しては関係改善を忘れたい時にね、思い出した時に定期的に入れておきましょう。では制空権を取りに行きます。さあそしたらウズベキスタンに対して宣戦布告できる状態になりましたので、早速宣戦布告をしていきます。ちょっとここは慎重に戦いたいので、時間の進むスピードを少し遅くしていきます。さっき言ったようにね、敵の首都に軍を立てこもらせると厄介なことになるので、ちょっとそうならないようにね、気をつけていきます。
はい。ではですね、ウズベキスタン、やっぱり懸念してた場所で詰まってしまっているので、ここには国境防衛軍の5軍を置いて、次の作戦に移っていこうと思います。で、次の作戦なんですけども、冒頭でお話した通り、まずですね、カザフスタン、タジキスタン、キルギスタン、この、ホニャララタンの国たちと開戦すると、漏れなくロシアがついてくると。アゼルバイジャンも同じです。で、トルコ、サウジに関してはアメリカがついてくる。で、エジプトは戦車、手段を突破できない。で、インドは核増えすぎるというのがあって、ちょっと八方塞がりになっています。で、この活路を見出すためにですね、ちょっとアフリカに進出しようかなというふうに思ってまして、その足がかりとして、イエメン。ここをね、攻略できればいいかなと思ってます。で、ちょっとイエメンの状況を見てみるとですね、イエメンには師団がまあ多くても40師団程度。で、リビアの方も40師団程度なんですけども、まあイエメンの方が攻略しやすいんじゃないかなと勝手に思ってまして、イエメンの攻略を念頭に作戦を立案していこうと思っています。で、海軍の展開も変えていまして、イエメン近郊に艦隊を派遣しているという状態です。アラビア海がちょっとまだ取れてないかな。アラビア海の制海権が欲しいので、アラビア海の制海権を取りに行きます。で、第三艦隊はというとどこにいる？第三艦隊もちょっといる場所が微妙なので、第三艦隊も変えましょう。こんな形でいいですかね。これで、イエメン近海すべて制海権取れるという状態になりましたね。で、もう、ウズベキスタンに関してはこのまま放置しつつ、ま、第5軍がね、それを撃破してくれるのを待ちましょう。では、軍を展開していきます。まずは、なんといってもですね、上陸して敵を潰しにかからなきゃいけないので、上陸する部隊を選定していくんですが、ま、陸軍中心の部隊の中でも、戦車がいるとね、強襲上陸できないものが出てきてしまうので、そうならないように気をつけていきましょう。そうなると、必然的に革命防衛隊から人を出すことになるのかな。ただし、やっぱりここのね、第三軍強いんだよね。なので、第三軍をちょっと使っていきましょうか。強襲上陸。イエメンに対して強襲上陸をかけていきます。まあやっぱり港のあるところに強襲上陸ですね。で、港のないところにも強襲上陸をかけていきます。こんなところでいいですかね。では、時間を進めていきたいと思います。で、今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回この続きをまたプレイしていって、イエメンを取って、イエメンを拠点にアフリカ進出という野望を果たしていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。